今回は最も女性から嫌われる男性の特徴ということで話していくんですけど、今回はなんとコラボです。須崎さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。です。はい、須崎さん、僕と同じように恋愛系のチャンネルをやっていて、で、まあ、僕より後に始めてるのに、もうチャンネル登録今24万人です。僕の6倍いるんでね。はい、6倍信憑性あるかなと思います。いや、もう設定しております。とんでもないです。勉強させてもらってます。はい、ありがとうございます、本当に。はい。で、まあ、普段ね、僕、女性から見た男性とか、男性から見た女性とか話してるんですけど、いや、お前、女じゃないのに、お前男なのになんで女子の気持ち分かるんだよとか、めっちゃ言われるんですよ。うん、なんで今回はもう、ちゃんと正真正銘の女性を連れてきて、聞いていこうかなと思うんで、はい、ぜひ、まあ、よろしくお願いします。で、早速なんですけど、今回は、女性から嫌われる男性の口癖、LINE、話のネタ、会話のネタですね。で、性格、服装、この5つで話していこう。思います。はい、で僕がインタビューしていく、うん、で津崎さんが答えるっていう形式でやっていこうかなと思います。はい、了解です。お願いします。はい、よろしくお願いします。緊張する。これもう即興で聞いていく感じなんで用意してた答えじゃないっていう先に言っておきます。はい、はい、じゃあもうそのまま思ったことをガンガン言ってください。はい、了解です。ということで早速、嫌われる男性の口癖一つ目から、ね、そうですね、口癖結構いろいろあると思うんですけど、はい、ですよね。女性が嫌だなって思う口癖に関して言うと、はい、まとめるとさって言っちゃう人。まとめちゃう人言ってないかな。本当ですか。まとめちゃうとって言っちゃいます。まとめちゃうとって言ってるかもしれないですね。ああやばいやばい。いやでもですね、まあ、もちろん言い方にもよると思うんですけど、はい、お仕事とかで本当にまとめが必要な時は絶対まとめた方がいいじゃないですか。はい、でも女性の話って基本ダラダラ続くでしょ。はいはい、それを話長いなと思って結局何言いたいのかっていうのをまとめるためにつまりさとかまとめるとさ、ね、そうなんですよ。あれでもね、女性からすると、まあ、もちろん、うん、本当にお仕事だったらそれでいいんだけど、というか、はい、お仕事でその喋り方をする女性の方が悪いんだけど、でもプライベートでまとめられちゃうと自分ってアホなんやなって女性が思っちゃって、そうなん、でちょっとなんか嫌な気持ちになったりとか、はい、こうまあその別にまとめいらんやんとか思われちゃったりとかしちゃうかなと思うので、その女性の話がようわからんかったとしてもまとめはしない方がいいと思います。もうあれですね、家庭も含めて大事って思ってほしいですしね。そうなんですよ。その、まあ、結論別に女性って求めてないじゃないですか、はい、会話に、うんうん、なので別に結論いらんのですよね。ただただその時間を楽しみたいっていう目的で会話をしているので、はい、まとめ別に作らなくてもいいのかなって、それでその十分の女性的には満足かなと思います。ありがとうございます。いやためになりましたね。ありがとうございます。1個目からいきなり。じゃあ2個目にいきます。はいはい、嫌われる男性がついついしてしまう LINE を教えてください。 LINE も結構いろいろあるんですけど。ですよね。ありますよね。はい、でもやっぱ、恋愛という観点で、はい、で嫌われるって考えると返事返ってきてないのに送っちゃう。あと内容のない LINE ってやつですね。そうあと内容のない LINE。はい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 、今何してんのを好きな人に対して送りがちかなと思います。うん、付き合ってたらまだいいですけど。そうなんですよ。なんかこうとにかくマメな男っていう演出をしとけばいいと思ってらっしゃるから。あ、これは多分クリティカルヒットしてる人いっぱいいますよ。そうですよね。はい、お付き合いが始まってからのマメさっていうのはめちゃくちゃ大事なんですけど、うん、付き合う前のマメさっていうのは面倒くささしかないね。なるほどな。内容動向よりも送りすぎないっていうのは超重要かと。で内容送る内容なんやったら基本的には送らないっていう選択をするのが厳しい。いいのかなと思いますね。いややっぱ女性が言うと信憑性が一気に上がりますね。そうですね。お互いにね盛り上がっててこっちからですね送ってないのに向こうからガンガン来るとか、あと女性からの頼んでないのに写真付きの LINE が送られてるとかだったら別にこっちガンガンマメさんアピールしてもいいんですけど、じゃない場合はやめた方がいいと思います。はい、なるほど。やめましょう。やめましょう。やめましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ3つ目、はい、嫌われる男の話のネタお願いします。こういうネタやっちゃう。もうこれはでもあるあるですけど、はい、俺すごい話。
自慢話ですね。そう多いでしょ、はい、で嫌われちゃうんですよね、はい、あとまあ、私のところはヒロトさんと違ってちょっと視聴者の年齢層が高めなので、はいはい、年齢が上がるにつれて、はい、みんなどんどんこう自分語りが多くなってくる。増えるんですね、うん、年齢が高くなるにつれてどん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 自分の、まあ、何かってやっぱ経験が増えていくから、その人の中の経験が溜まっていくからだと思うんですけど、はい、どんどんこう自分語りが長くなる傾向にあるので、はい、若い時から自分語り長い方っていうのは年いってくるとどん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 増えていっちゃうので気をつけないとですね。絶対気をつけた方がいいですね。ありがとうございます。こんな感じで大丈夫ですか？全然です。めちゃめちゃ大丈夫です。あ、本当ですか？普段の動画、僕の動画よりもためになる。いやいやいや、そんなことない。レギュラー出てもらうぐらいですか？でもこう男女のね、こうなんていうか話っていうのはいろんな視点があって面白いですね。いや面白いし、めちゃめちゃでも男性心理分かってる感じがもう出会ってからもう本当ですか？はい、本当ですか？嬉しい。いやいや、そう言っていただけると逆に思われてるもんね。こいつ自分語り多いみたいな。そうですか？いや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 、そんなことないですよ。いやいや、なんかすごいこうカッコつけてるタイプの人なんかなと思って。おー、第一印象悪すぎじゃないですか？いや、その動画で見てる感じ、はい、なんかこうすごいナルシストな感じの人やったら、はい、まあ、いらっしゃるじゃないですか。動画だとこう、うん、優しい雰囲気出してるけど、はい、実際お会いするとキレキレのキャラというか、俺についてくるみたいな、そうみたいな方とかやっぱいらっしゃるから、お会いするまでちょっとドキドキしてたんですけど、はい、すごいお優しい、これやらせじゃないですか、ね、真面目な方でした、はい、本当にこれ僕言わせないですから、ね、はいはい、いい人なんですよ僕、うん、いい人でした、はい、じゃあ4つ目いきます、はい、4つ目が嫌われる男性の性格。ああ、そうですね、ネガティブでしょうね。おお、即答きましたよ、うん、即答ネガティブですね、はい、まあ、ここはネガティブというか別にベースネガティブでもいいんですけど、はい、人に対して見せてる顔がそのネガティブすぎるっていうのはやっぱり、はい、あまりこう好まれないかなと思います。めんどくさいですよね。めんどくさいですね。やっぱ人って明るい方に寄ってくので、やっぱこうそれがその自分のキャラとして確立していて、クールなのがかっこいいって言われて女性に支持されている今の状態で支持されてるなら別に止めないですけど、じゃなくてうまくいってないならそのネガティブっていうのはこう見せ方を考えた方がいいかなと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ最後いきます。5個目、モテない男の服装、うん、服装もいろいろあるんですけど、はい、一番大事なのは、はい、いつも同じ服。同じ服がダメってことですよね。そうですね、まあ、ちょっと同じ服はダメでしょうね。僕ですね。え？ごめん。僕いつも同じ服なの、はい、そっかそっか、あ、うん、ダメですね。はい、気をつけますね。ちょっと普段バレーション増やしてきます。ありがとうございます。ありがとう。ということで、口癖、LINE、話の歌、性格、服装ということでね、はい、女性兼恋愛系 YouTuber をやってる津崎さんから聞いてきました、はい、いかがでしたでしょうか。よければね、津崎さんの方にもコラボの動画出してるので、うん、そちらもチェックお願いします。かなりためになる話をいろいろ2人でやってたと思うので。そうですね、はい、面白かった。ぜひね、見てもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは、ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。